大阪環状線は、大阪府大阪市内の天王寺駅京橋駅、大阪駅西九条駅から新今宮駅間を結ぶ西日本旅客鉄道の鉄道路線である。大阪環状線の故障が指す区間は、転居や目的により、次のように使い分けられている。国鉄分割民営化時に、当時の運輸省に提出された、事業基本計画、国土交通省監修の 鉄道洋欄及び JR 西日本が発行しているデータで見る JR 西日本では大阪環状線は天王寺駅から新今宮駅間 20.7km の路線で新今宮駅天王寺駅間 1.0km は関西本線であり今宮駅から新今宮駅間 1.2km は関西本線との重複区間となっている JR 線路名称広告や JTB 時刻表では大阪環状線は大阪駅を起点、終点とする 21.7km の路線であり今宮駅天王寺駅間 2.2km は関西本線との重複区間となっている運行管理や旅客案内 JR 時刻表での大阪環状線は天王寺駅大阪駅天王寺駅となっている JR が旅客営業規則第78条第1項第1号に規定され、同第86条第5号の図中の太線区間で示される電車特定区間の大阪環状線内は大阪環状線のほか、桜島線全線と関西本線天王寺駅、JR 南場駅間が含まれる。この区間内を相互発着する場合は、 運賃計算などに関する特例が適用される。以下、突起がない限りは1に従って記述する。なお、大阪をはじめとする近畿圏においては、道路線を単に環状線と呼称する場合も多く、本校でも一部でそのように表記している。大阪環状線は大阪市の都心部外周を環状運転している環状線であり、 JR 西日本のアーバンネットワークの中心路線として機能している。ラインカラーは赤で、大阪のダイナミズムをイメージしている。駅ナンバリングで使われる路線記号は O。当路線で運行された101系、103系、201系電車の車体色はオレンジバーミリオンで、現用車両の323系電車でも、ドア横のアクセントカラーや黒とともに、 帯色で使用されている。ラインカラーを用いた、駅名表奥の駅で、各方面への JR、私鉄各線及び都心部を走る、大阪市高速電気軌道の地下鉄各路線と連絡している。また、大阪環状線では、環状運転を行っている、普通列車や、区間運転を行っている、列車以外に、山和寺線と半和線、JR 夢崎線といった、 JR 太郎線と直通運転している、普通列車や快速列車、及び、特急列車が存在する。大阪環状線は、南側の関西本線の一部区間、関西本線と東海道本線を連絡する、東側の上東線、安治川の右岸を走る北西側の西成線の一部区間、南西側の関西本線貨物支線の一部区間を、 第二次世界大戦後の高度経済成長期に西側の未成区間に新線を作って接続したものである。発足時の大阪市域のほぼ全域を取り囲んでおり、大阪環状線内を横断、縦断する地上路線は存在しないものの、地上区間により大阪環状線内に入り込む路線は急路線ある。地下路線では大阪メトロ線が従来から、 大阪環状線内を横断、縦断しているが、地下鉄以外でも、JR、私鉄ともに、下区間により横断、縦断路線を建設する計画が何度か立てられ、2009年までに、JR では JR 東西線、私鉄では、阪神南馬線、近鉄奈良線の西球場駅、鶴橋駅間の2つの横断路線が実現している。ほか、2031年度には、 縦断路線の何は筋線が開通する予定となっている。道島、中野島、船場、島の内といった都心部及び南の玄関口である南波が大阪環状線の内側に位置するため、前述の通りも都市鉄を含む多数の路線が大阪環状線内に入り込んでいる。加えて、新幹線接続駅がないため、新大阪駅、梅田駅、南波駅、 天王寺駅間を直線的に通る大阪メトロ、御堂筋線が都心部への移動の主力を担い、大阪環状線や他の大阪メトロ各線、大阪シティバスがそれを補完する形になっている。これらは、他線との直通列車が存在することとともに、東京の山手線と大きく異なる点である。 南側と東側は特に都心部から離れて付設されたため、南海、京阪、近鉄がそれぞれ、大阪環状線の内側に、南馬駅、天馬橋駅、大阪上本町駅を構えた一方、比較的都心部に近接して付設された北側では、阪神、阪急とも大阪駅付近に、大阪梅田駅、大阪梅田駅を構え、南側でも、後発の近鉄が、 天王寺駅付近に大阪安倍伸野し駅を構えた経緯から梅田、天王寺、安倍野の副都心が形成された。梅田は再開発の進展によって旧来の中心市街の地位を低下させるまでに発展している。また、河川が集中して土地の制約が大きかった京橋駅の周辺も大阪ビジネスパークと一体となった副都心が形成されている。また、 東側の大阪駅京橋駅、天王寺駅間では、全列車が各駅に停車するのに対し、西側の大阪駅西九条駅、天王寺駅間では、快速や特急は大阪環状線内で通過運転を行っているため、日中時間帯では、快速や特急が通過する野田駅、あわら橋駅と、今宮駅は1時間に4本しか停車する列車がない。 これも日中は各駅とも1時間13本以上が停車する山手線と異なる点である。路線の大半は高価であるが、天王寺駅付近と大阪城公園駅付近だけは地平を走っている。ゆえに、この二駅だけは地上駅となっている。ただし、天王寺駅は、堀割式の地下駅に分類される場合もある。また、内回り線の新今宮駅天王寺駅間には、 大阪環状線で最後まで残った踏切である、一つ家踏切があった。JR 線で唯一、全列車が掲載されている紙の時刻表が存在しない路線である。ただし、発砲出版がかつて発行していた、キャット関西圏 JR 選手鉄線時刻表では、大阪環状線が特集として、また、 携帯全国時刻表特別付録として2017年4月号に別冊付録として大阪環状線の快速も含む全列車の時刻が掲載された。なお、携帯全国時刻表2018年4月号にも別冊付録で大阪環状線全列車時刻表が掲載された。全線が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の大阪近郊区間。 電車特定区間、及び IC 乗車カード、移行下エリアに含まれており、JR 西日本近畿統括本部の管轄である。なお、平均駅間距離は 1.15km で、JR 西日本管内の路線では、最も短い。以下に示す記述はすべて内回りの沿線外境であり、外回りの場合は、風景の順番が逆で、大阪駅の発着ホームも2番乗り場となる。 天王寺駅は、関西本線、阪和線が分岐しているほか、近鉄南大阪線、大阪メトロ未動筋線、谷松線、阪海電気軌動上町線との接続駅で、天王寺は、南大阪の玄関口であるとともに、南北などと並ぶ大阪市の都市角の一つである。駅周辺には、天王寺三代や安倍の急ズモール、日本一の高さ300メートルの駅ビル、 アベノハルカスなどの商業施設が多く、JR 西日本の駅別乗車人員数では、第3位である。天王寺駅を出ると左にカーブして、天王寺駅の北側にある阪和線をくぐって、北上する。寺田町駅を出て、桃谷駅に向かう間は、マンションの立ち並ぶ天王寺区、下町情緒豊かな幾の区を分けるように高架の線路を、北上し、鶴橋駅に到着する。 近鉄大阪線、奈良線、大阪メトロ千日前線との接続駅で、ホームには近鉄との連絡改札口があり、乗り換え客も非常に多い。駅前は在日コリアンによって作られたコリアタウンが中核を担っている。周辺に焼肉店や韓国料理店が多く、駅周辺の賑わいは環境省の香り風景100選にも選ばれている。 鶴橋駅からは引き続き住宅街を北上し、玉造駅を過ぎると、今度は、京セラドキュメントソリューションズや、森下人丹、桜ク,クレパスなどの本社建物が立ち並ぶ区域を通り、大阪メトロ中央線、長堀鶴見緑地線との連絡駅、森の宮駅に至る。森の宮駅を過ぎると左手に、大阪城がある、大阪城公園、右手に、 水田総合車両所森りの宮支所が見える。線路は、高架から地上へ下り大阪城公園駅に着く。さらに進むと、同支所の入り出苦線が、右手から接近し、左手に、多数のビル群が林立する、大阪ビジネスパークを過ぎると、京橋駅に着く。京橋駅には、片町線、JR 東西線と京阪本線のほか 大阪メトロ長堀鶴見緑地線が乗り入れ、飲食店街や、歓楽街も発展していることから、北、南に対して、東と呼ばれることもある。京橋駅を出ると正面には、かつての淀川電車区、淀川駅に至る、連絡線があった空き地が広がるが、大阪環状線は左にカーブする。桜の名所、桜の宮駅を過ぎ、旧淀川を渡って、 右にカーブすると、阪神高速12号森口線をくぐり、大阪環状線の最も北に位置する天満駅と続く。天満駅を出てすぐ、天神橋筋商店街を高架でまたぎ、住宅街やビルの合間をかいくぐっていき、右手から東海道本線が合流してくると、大阪駅に着く。大阪駅では最も南側の一番乗り場から、発車する。 大阪駅を出ると、東海道本線と並走し、やがて、東海道本線は右に分かれていく。大阪環状線はそのまま直進して、福島駅に着く。福島駅付近で、東海道本線貨物支線が合流しているが、貨物線は地平線を走り、福島駅を出ると、右手から貨物線が地平線から高架橋へ登ってくる。 阪神本線を越えると、野田駅である。野田駅からはかつて、大阪環状線の北側から高架を下って、直進方向に進んで、三菱製紙などに至る専用鉄道と、大阪環状線をくぐって、大阪市中央卸売市場本場にあった、大阪市場駅へと至る、貨物支線が分岐しており、野田駅ホームからはその地上への分岐部の跡が、確認できる。 現在は、専用鉄道の線路跡には住宅などが建っており、当時を忍ばせるものはないが、大阪市場駅への貨物支線跡は遊歩道として整備されている。続く西九上駅は、島式二面五線であるが、この内ホームがあるのは、内側の三線のみである。桜島線、梅田貨物線が分岐しており、大阪方面から桜島線に乗り入れているほか、 梅田貨物線を経由して新大阪方面から特急列車も大阪環状線に直通している。西九条駅の真上に位置している阪神南馬線をくぐり、打ち、外回り線に挟まれて桜島線が地平に降りて精神して分かれていく。味川を渡って大きく、左にカーブすると、 右手から阪神高速17号西大阪線、国道43号が寄り添い始め、多く200などの高層ビルが立ち並ぶ弁天町駅に着く。弁天町駅は大阪環状線の最も西部に位置しており、大阪メトロ中央線との接続駅で大阪米エリアの入り口にあたる。高架下にはかつて交通科学博物館があり、内回りホームからは、 保存車両の一部を見ることができた。駅前は、中央台2と国道43号が交差して、車の交通量も多く、大阪環状線と直角に、阪神高速16号大阪高線が交差している。弁天町駅を出て一度左にカーブして、東に向くと内回り外回りの間に、空き地があるが、これが、かつての境川信号場跡で、 大阪臨港線が分岐していた。正面から左手に京セラドーム大阪とガスタンクのモニュメントのある大阪ガスのドームシティが見えると、その最寄り駅である大正駅に着く。大正駅は大阪メトロ長堀鶴見緑地線との連絡駅で、あるとともに大正区の最北端に位置しており、手付きームがない道区内の大阪環状線以南の各方面に、 多数の大阪シティバスが運行されており、ラッシュ時には急行バスも運行されている。大正駅の先で、南海市見橋線と交差すると阿粟橋駅、今宮駅と続く。今宮駅は、関西本線を越えるために、内回り線のホームは3階となっているが、外回り線は、その必要がないため2階に、ホームがあり、関西本線の下り線と、 同一ホームで乗り換えることができる。なお、1997年までは、今宮駅には、大阪環状線のホームがなく、当時地上にあった関西本線の両側の、地区上を内回り外回りに分かれて走行していた。新今宮駅は、南海本線、高野線、大阪メトロ未動筋線、境筋線及び、半海線との接続駅である。 島式2面4線のうち、外側2線を大阪環状線の列車が、内側2線を関西本線及び大阪環状線と直通運転する列車が使用している。新今間宮駅を出ると、左手に通天閣や大阪市天王寺動物園といった主要ランドマークが立ち並び、天王寺駅に着く。この間、外回り線は高架橋で、 関西本線を越えるが、2012年6月まで、この交点付近に、大阪環状線で最後の踏切となる、一つ家踏切があった。その、踏切跡付近から、天王寺駅にかけては、1993年に、廃止された南海天王寺支線の廃線跡が、南側に並行して残っている。2012年7月1日に廃止された、一つ家踏切。 手前から、内回り、関西本線上り下り。高架線は外回り。新居間宮駅天王寺駅間にあった、一つ家踏切は、大阪環状線に最後まで残った踏切で、内回り線、関西本線の列車の他に、半和線との直通列車も通過するため、朝ラッシュ時は1時間で、最大54分踏切が閉まる開かずの、踏切であった。 JR 西日本が所有する踏切の中でも線路内に立ち入るトラブルが多く人身事故につながるケースもあったことから2012年7月1日をもって廃止されたこの踏切で人身事故が発生するとその影響が広範囲に波及することから JR 西日本ではその対策として最末期には踏切照明灯を青色にするなどの対策をとっていた 鉄道会社で青色の照明灯をいち早く導入したのは JR 西日本で実際に人身事故や踏切事故の抑止に効果があるとされたことから青色の踏切照明灯は他線区にも導入されその後他社にも広がっている大阪環状線の7カ所で見ることができたルーフアート現在は2カ所で見ることができる沿線では 民家の屋根上を作品展示の場所としたルーフアートが行われている。すべての作品は車内や駅ホームから見えるところにあり、堺市の芸術家であるあまり電卓たくやが1994年から設置し始めたもので、2010年まで家庭のパスワードとして、その家の住人が選んだ4桁の数字が、シンボルカラーとともにそれぞれに数字と異なる色が掲げられていた。 大阪環状線内装後発着の普通のほか、桜島線に直通する普通、関西本線、阪和線へ直通する、快速列車が運転されている。快速列車は、区間快速、直通快速を除いて、大阪駅西球場駅天王寺駅間で、快速運転が行われている。また、東海道本線、紀勢本線方面から特急が、福島駅から、 新今宮駅間を走行している。日中は、全線にわたり1時間に12本の運転で、内訳は、環状運転の、普通、山和時快速、関空快速、奇襲時快速がそれぞれ4本である。日中は、特急、黒潮1本が加わり、福島駅天王寺駅間は1時間に13本の運転となる。午前中と夜間は、 JR 夢先線直通の普通が4本入るため、天王寺駅、京橋駅、大阪駅、に西九条駅間は1時間に16本の運転となる。平日の夜間は、山戸寺快速に代わって、区間快速が運転されている。なお、特急は、天王寺駅と一部が西九条駅にしか停車せず、山戸寺快速と関空快速、奇州寺快速は、野田駅、あわら橋駅、 今宮駅の3駅を通過するため、この3駅は、日中は1時間あたり4本のみの停車となる。国鉄時代から、終電時刻はほとんど変わらなかったが、2009年3月14日のダイヤ改正で、乗務員の睡眠時間確保のために、大幅な繰り上げが行われ、大阪環状線では、最大21分繰り上がった。普通平日の朝夕ラッシュ時は、 約3分間隔で運転されており、ほとんどが、環状運転列車であるが、天王寺駅、京橋駅、大阪駅間の区間、運転列車、または JR 夢崎線直通列車も、運転されている。この時間帯の前後には、水田総合車両所森りの宮支所への入り出区の、関係から、京橋駅発着、大阪城公園発となる列車がある。 夕方ラッシュ時は2015年3月14日の改正で京橋駅発着を天王寺駅発着に延長して区間が統一された。日中は環状運転列車が1時間に4本運転されている。午前中と夜は JR 夢崎線直通列車が天王寺駅京橋駅大阪駅西球場駅桜島駅間で1時間に4本運転されている。 時間調整のため、大阪駅、京橋駅、森宮駅、新今宮駅で一から二分ほど停車するほか、新今宮駅で快速を待ち合わせる列車もあるため、先発先着の並行ダイヤにはなっていない。車両は、すべて3ドア車で、原則として、ロングシートの三百二十三系が使用されているが、ラッシュ時の一部の列車は転換クロスシートのある二百二十三系。 2 2 5系や2 2 1系も使用されている。環状運転を行っているため、運転取扱い上や旅客案内上は、上り下りという概念はなく、外回り内回りという表現が用いられている。列車番号は内回りを奇数としているが、奇数だから、下りという意味ではなく、起点である、大阪駅で、東海道本線と列車の方向と、 列車番号の奇数、偶数を合わせて、内回りを奇数としただけである。環状運転する電車の各駅での行き先案内は、主要6駅から直近の2駅を上げて、方面行きとしている。列車番号は、引き続き環状運転列車となる列車は1000番台を使用し、天王寺駅で列車番号が変わる。途中駅が終点となる列車は2000番台が、 使用されている。なお、大阪環状線内のみを走行する列車には、JR の客車列車と同様に、列車番号の末尾に、アルファベットがつかない。JR 夢咲線に直通する列車は、列車番号の末尾に、E がつく。山和寺線直通列車大阪環状線と、山和寺線を直通する列車として、山和寺快速、区間快速が運転されている。 大和寺快速は、大阪環状線内の野田駅、粟橋駅、今宮駅の3駅を通過するが、区間快速は、大阪環状線内は各駅に停車する。日中及び、土、休日の朝と夜間に、大和寺快速が1時間に4本運転されている。朝と平日の夕方、夜間は、大和寺快速の代わりに、区間快速が運転されている。 関西本線に直通する、快速列車は1973年から1 1 3系で運転を開始し、1989年3月11日の2 2 1系導入と同時に、山戸寺快速の愛称が付けられた。日中時間帯を中心に、天王寺駅、京橋駅、大阪駅、西九場駅、天王寺駅、奈良駅、鴨茂駅間で運転されているが、と休日ダイヤでは、 和歌山線高台駅、五条駅へ直通する列車がある。ラッシュ時間帯には、大阪環状線内で、各駅に停車する、区間快速が運転されていて、京橋駅までの列車や和歌山線高台駅、五条駅へ、直通する列車も設定されている。また、天理共催展開催時や土曜、休日ダイヤには、臨時列車として、桜井線に直通する列車もある。 夕方、夜間の一部の奈良駅、鴨駅発の区間快速は、新今宮駅で、半和線方面からの特急列車の通過待ちを行う。車両は、全列車2 2 1系の8両編成で、区間快速には2016年9月まで1 0 3系2 0 1系の8両編成が運用されていた。また、2011年3月11日までの、 平日ダイヤの夜間には、大和寺ライナーが、大阪駅鴨駅間で運転されていた。大阪環状線内の停車駅は、新今宮駅、天王寺駅であるが、大阪駅では両駅に停車する案内はされていなかった。大和寺快速は、大阪環状線の東半分では、列車番号は、数字だけだが、西半分を呼び、大和寺線内では末尾に、K がつく。 区間快速は列車番号の末尾に Y がつく。阪和線、関西空港線直通列車大阪環状線と阪和線を直通運転する列車として、関空快速、奇襲時快速、快速、直通快速が運転されている。関空快速、奇襲時快速、快速は大阪環状線内の野田駅、あわら橋駅、今宮駅の3駅を通過し、 直通快速は、大阪環状線内は各駅に停車する。日中と夜間は、環空快速、奇襲時快速が1時間に4本運転されている。朝ラッシュ時の外回りは、環空快速、奇襲時快速の代わりに直通快速が運転される。阪和線との直通運転は、1990年3月10日から、 新大阪駅発新宮駅行きの夜行快速列車が運転されたのが最初で、その後1994年9月4日に関西国際空港が開港したことにより、関西空港線直通列車として、京橋駅大阪駅関西空港駅間で、関空快速の運転が開始された。当時の大阪環状線内の停車駅は、京橋駅、大阪駅、西球場駅、 弁天町駅、新今宮駅、天王寺駅であったが、翌1995年4月20日から1999年5月9日まで、関空快速の停車駅のうち西九条駅、弁天町駅、新今宮駅を通過する、関空特化ユイングが運転されていた。和歌山方面では新大阪駅発着の快速のみであったが、 1999年5月10日から、京橋駅ひねの駅間で、関空快速と並結する奇襲時快速の運転を開始し、大阪環状線に乗り入れることとなる。大阪環状線の天王寺駅発着の列車は、2008年3月14日、までは早朝、深夜にのみ設定され、内回りでは、京橋駅大阪駅間でも、快速運転も行っていたが、 翌15日のダイヤ改正で、天王寺駅の阪和線への連絡線が複線化されたことにより、朝ラッシュ時間帯に大阪環状線へ直通する列車が増発されて、直通快速として運転されるようになると、大阪環状線を一周する列車が増加するとともに、関空快速、奇州寺快速、快速は大阪駅京橋駅天王寺駅間で各駅に停車するようになった。 さらに、2012年3月17日のダイヤ改正では、日中の JR 夢咲線直通列車が削減され、この時間帯の大半の列車が大阪環状線天王寺駅発着に変更されたため、京橋駅で折り返す列車は午前中、夕方の一部列車と深夜時間帯のみになっている。また夜間時間帯には、姫野駅までの列車もある。また、 2003年10月4日から2006年3月12日までの土曜、休日ダイヤの朝に大鳥駅天王寺駅大阪駅天王寺駅間では直通快速と同じ停車駅で区間快速が運転されていた。車両は姫の電車区の103系8両編成が使用されていた。奇襲時快速は一部の列車を除き、列車番号の末尾に H がつくが、 関空快速と並結する大阪環状線内及び、阪和線天王寺駅ひねの駅間での列車番号末尾は M となる。特急列車1989年7月22日から特急、黒潮が大阪環状線に乗り入れて新大阪駅、または京都駅へと直通運転されるようになった。 関西国際空港が開港した1994年9月4日からは関西空港線直通の特急はるかも運転されている。過去には1990年に臨時特急エキスポライチョーが2000年代に臨時特急ユニバーサルエクスプレスが2010年に臨時特急マホロバがそれぞれ運転された。黒潮が 直通運転を開始する前年の1988年に奈良市内で開催された奈良シルクロード博覧会会場への東海道山陽新幹線からのアクセス向上のため西九条駅構内の配線を変更した上で鴨駅奈良駅港町駅間の快速の一部を新大阪駅発着に変更して大阪環状線から 梅田貨物線の直通運転を行ったが、翌1989年には、天王寺駅構内における、大阪環状線と阪和線との連絡線、設置工事が完了したことにより、阪和線、規制本線に直通する特急列車の運転も可能となった。ただし、大阪環状線内での特急列車の運行区間は、西半分側にある、福島駅天王寺駅間のみであり、 また、天王寺駅に全列車が停車する以外は一部の、黒潮が西九条駅に停車するのみであるため、大阪環状線内において、特急列車を利用できる機会はわずかである。大晦日終夜運転アーバンネットワークエリアでは一部の、線区、区間を除いて大晦日から元日にかけての、終夜運転が実施されているが、ここ最近では、 環状運転列車及び JR 夢先線との直通列車を両社合わせて10から30分間隔で運転し、大晦日から元日にかけて特別営業を行うユニバーサルスタジオジャパンへのアクセスなどに活用されている。2001年3月の USJ の開業前、つまり2000年12月31日から翌2001年1月1日にかけての終夜運転までは、 普通が、奈良駅天王寺駅西球場駅大阪駅、京橋駅天王寺駅間の形で、むね30分間隔で運転されていた。福島駅西球場駅間を走行する、貨物列車福島駅西球場駅間では、梅田貨物線を経由して、毎日運転の列車が1日に往復と、特定曜日運休の列車が1日3往復運転されている。全列車が、 桜島線味川口駅発着である。かつて、弁天町駅対象駅間にあった境川、信号場からは、大阪臨港線と呼ばれる非電化単線の貨物支線が分岐していた。大阪港からの貨物輸送を担っていたが、大阪臨港線のうち最後まで残っていた、境川信号場なにわ駅間は、貨物運送の衰退により2004年11月から休止となり、 2006年4月1日に廃止された。末期は1日に往復のダイヤが組まれていたが、扱い貨物がないため運休する日も多かった。この他にも、何和駅から大阪港駅、大阪東港駅及び、野田駅から大阪市場駅までの貨物支線を有していたが、いずれも1984年2月1日に廃止されている。左側が、 運行管理システムに対応する試験稼働中の発車表。右側が旧式の発車表かつて、大阪駅、西九条駅、新今宮駅、天王寺駅以外の駅において、環状線ホームの発車表に発車時刻、乗車位置を表示する機能がないものが使用されてきたが、二0九年十月四日の大阪環状、山都事線運行管理システム導入に伴い、発車時刻。 乗車位置などの他に列車の遅延表示を行う機能を持つ旅客案内情報処理装置対応の発車表が設置された。ただし、大阪駅の一部の発車表では関西本線、阪和線、関西空港線方面へ直通する快速列車のみ案内されている。なお、運行形態上、環状運転から区間運転へ移行する列車や、 前述の通り多線区との直通列車が数多くあるため途中で行き先を変更する列車が存在する。また、これまで島式ホームである野田駅、福島駅、西九条駅、新今宮駅、天王寺駅と過去に島式ホームだった天満駅のみホーム番号が振り当てられていて相対式ホームにはホーム番号が振り当てられていなかった。大阪駅では 環状線ホームのみ、環状内回り乗り場、環状外回り乗り場という名称であり、番号ではなかったが、大阪駅改良工事に伴い、乗り場番号が割り当てられたのを、はじめ、2006年9月頃から、相対式ホームの駅にも、順次乗り場番号が割り当てられ、2008年3月に、京橋駅を最後に、すべての駅で完了した。環状運転を行う電車の場合は、 発車表では、行き先が、環状と表示されていたが、2019年3月の、ダイヤ改正以降は323系電車と、同じように、天王寺駅、鶴橋駅、京橋駅、大阪駅、西九条駅、新今宮駅の主要6駅から、直近の2駅を使って、方面と表示するようになっている。この方式は東京、山手線でも古くから用いられている。 乗車位置は JR 西日本の標準として3度アシャが印、4度アシャが丸印で案内されており201系が運行を終了した2019年6月以降は印のみで案内されていたが2021年2月6日より大阪環状線と JR 夢崎線に限り323系で運行される列車は丸印221系へ 2 2 3百2 2 5系で運行される列車は印で案内されるように変更された。各駅の環状線ホームには車掌が扱う押しボタンスイッチがあり、発車直前に車掌がボタンを押すと内回り外回り、共にドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意くださいと放送されている。かつてはこのボタンを押すと、発車ベルの後に放送されていた。 1999年5月に発車メロディと接近メロディ、入線メロディが各駅に順次導入された。これらは爽やかでシンプル808京都川の流れをコンセプトとしたメロディであったが2003年12月下旬から速達化による停車時間短縮のため発車メロディの使用が各駅で順次停止された。その後2014年3月から JR 西日本では、大阪環状線改造プロジェクトの一環として、駅ごとに異なるメロディを導入することになった。導入された駅と曲は、下表の通り。2014年3月15日のダイヤ改正から、森宮駅、京橋駅、西九条駅で、5月1日から、大阪駅で、使用開始し、残りの駅も2015年3月22日に、 使用開始した。2014年度の路線記号導入に合わせて、2015年3月14日のダイヤ改正から、大阪環状線に直通する山和寺快速、関空快速、奇襲時快速に、路線記号を活用した種別表示が行われている。大阪環状線に直通する列車は、赤色のラインカラーに、大阪環状線の路線記号を表示した。 種別幕が、関西空港行きの列車は、青色のラインカラーに、関西空港線の路線記号 S と飛行機マークを、表示した。種別幕が、和歌山方面行きの列車は、大色のラインカラーに、阪和線の路線記号 R を表示した。種別幕が、奈良方面行きの列車は、緑色のラインカラーに、山和路線の路線記号 Q を、表示幕が、 JR 夢咲線方面行きの列車には、紺色のラインカラーに、JR 夢咲線の路線記号 P が入った、種別幕が使用されている。平日、休日に関わらず、毎日、始発から終電まで、323系8両編成の4号車に、女性専用車が設定されている。対象車両及び乗車位置には、女性専用車の案内表示が設置されている。 なお、阪和線、大和寺線直通列車には設定はない。大阪環状線では2002年7月1日より、平日の始発から9時まで大阪環状線を周回運転する列車に限って試験的に導入し、同年10月1日から本格的に導入した。その後、同年12月2日からは、平日の17時から21時までの時間帯についても、 女性専用車の設定を行った。2011年4月18日からは、平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、女性専用車が設定されるようになった。1995年では136万人の利用があったが、2012年では108万人に減少している。 2019年度の1日の平均通過辞任は292,574人で、ある。並行する、大阪メトロ未同筋線の2 6万8 4 0人、大阪メトロ谷町線の107,23人と、比べて多い。旧上等線区間となる、天王寺駅京橋駅大阪駅間と、大阪駅西九条駅天王寺駅間とで、 正確に大きな違いが見られ、利用者の多くは、京阪本線や片町線の京橋駅、近鉄奈良線、大阪線の鶴橋駅といった、郊外路線と連絡する東半分に集中する。そのため、東半分を折り返し運転する、区間列車が環状線成立後も多く設定されて、折り、運転密度も高く近隣も、商業地、住宅地として開発が進んでいる。 他方、西半分は、運転密度が低く、利用者数も伸び悩んでいたが、1973年から、関西本線との直通列車、1989年から、特急、黒潮などの半和線との直通列車、1994年の、関西国際空港開港後は、関空特急、春かや関空、奇襲時快速などの快速列車が、 天王寺駅東方から大阪環状線に乗り入れるようになり、運転密度は上昇した。ただし、優先運行される特急や快速列車が通過する、駅では逆に不便なダイヤとなったり、西半分の駅東半分の駅間の天王寺駅経由での移動も不便になった。その一方、快速停車駅では利便性が向上し、弁天町駅付近には高層ビルや、 タワーマンションが立ち並ぶようになり、大正駅と西九場駅は、大阪ドームとユニバーサルスタジオジャパンのオープン以来、土曜、休日の利用者が増加傾向にある。また、大和寺、関空、奇襲寺などの快速列車の増発による西半分の高速化は、乗り換え不要で運賃が安いこともあって、大阪駅天王寺駅間の移動における、環状線利用増に貢献している。 2013年3月13日に発表された JR 西日本の中期経営計画において、先区価値の向上、都市の魅力向上の重点選区に選定され、2017年度までの5年間で、駅の改良、美化、車両の申請、降化した、駅周辺の開発などが計画され、2013年12月24日から、大阪環状線改造プロジェクトがスタートした。 このプロジェクトでは、大阪環状線を、行ってみたい、乗ってみたい線区に改造し、ハード面とソフト面の取り組みで、イメージアップを図り、大阪環状線の利用を拡大し、大阪の活性化を目指す取り組みである。大阪環状線の駅19駅を19の点で、シンボル化し、赤とオレンジで表現した円をイメージしたロゴマークと、 お客様満足度20丸を目指すという思いを込めた、みんなのにというキャッチコピーも制定されている。このプロジェクトは、以下の重点施策によって行われている。安全快適な駅作り駅構内及び高架下の、開発、リニューアル車両を申請地域や他交通事業者との連携この他にも、全駅へ発車メロディが順次導入されたほか、沿線風景や名所、 サイジなどをモチーフにデザインしたラッピング列車大阪パワーループが2014年6月1日から2017年9月7日まで運転された。デザインは FM802 が主催しているアーティスト発掘プロジェクトに参加しているうち8名が携わった。また2014年9月28日には天馬音楽祭とコラボレーションした音楽列車 テンオーエヌグルカンライブが運転された。2017年10月15日には323、啓発の社内イベント列車として、天馬音楽祭とコラボレーションしたイベント列車、グルカンブラスが運行される。2019年4月1日からは、サンリオのキャラクター、ハローキティとのコラボレーションイベント、ハロー、ループプロジェクトが、当プロジェクトの一環として実施されている。期間中は、 ハローキティ環状線トレインの運行や主要駅へのフォトスポットの設置などが行われる。このプロジェクトが323系統大阪環状線改造プロジェクトとして2016年9月29日に2016年度グッドデザイン賞を受賞している。本節では大阪環状線で使用されるまたは使用された車両について記述する。なお、貨物列車については 経営機関車のみを記述する。旅客列車以下はすべて電車である。普通、快速列車用すべて3ドア車で運行されている。座席は323系が、ロングシート、それ以外の車両は、クロスシートである。大阪環状線、桜島線内用水田総合車両所盛りの、宮市所属車両が使用される。また、車内広告を一社で独占して掲出している。 広告貸切列車として使用されている車両もある。8両編成の広告貸切列車はルーパックと呼ばれ、過去にはヘッドマークを掲出していた時期もあり、特に毎年10月には8020推進財団が広告主となっている列車について、8020運動の普及啓発を行う8020号の特性ヘッドマークが掲出されている。 山和寺線直通列車用水田総合車両所、奈良市所所属車両が使用される。阪和線、関西空港線直通列車用水田総合車両所、ひねの所所属車両が使用される。特急列車水田総合車両所ひねの市所及び、水田総合車両所京都市所所属車両が使用される。本節で特に記述なければ、ひねの所所属。 貨物列車福島駅付近から西急上駅までを並走する梅田貨物線を経由し桜島線あじか口駅貨物ヤードを結ぶ貨物列車の牽引機として運用される旅客列車貨物列車大阪環状線開業50周年を記念してヘッドマークが付けられた201系大阪駅にて撮影大阪環状線は 大阪鉄道により建設された関西本線の今宮駅天王寺駅間。同じく大阪鉄道により建設された天王寺駅。玉造駅大阪駅間の上等線。西成鉄道により建設された西成線の大阪駅西急上駅間。鉄道省により建設された関西。本線貨物支線の境川信号上。今宮駅間をもとに。 未成区間の西九条駅境川信号場間を日本国有鉄道がつないで成立した環状路線である。その関係で国鉄時代は境川信号場天王寺駅間は天王寺鉄道管理局の管内で残りが大阪鉄道管理局の管内とされた。関西本線、上東線、西成線の開業当時、関西本線は木津村。 今宮村、天王寺村の集落を迂回する必要があり、市街地からやや南へ離れてしまい、上東線は四天王寺、大阪城市といった建造物や天王寺村、清堀村、玉造町の集落を迂回するため、市街地から大きく東へ離れてしまった。西成線は比較的市街地に近接していたが、船舶の出入りが多いため橋が一本もない。 味川ガワウを通っており、基本的には、臨港路線だった。元々の市街地が海に面していない大阪では、元から海に面した、市街地である東京と比べて海側への鉄道敷設が、容易でありそうなものだが、大阪湾と大阪市街を結ぶ二大水路の味川およ及び木津川への架橋が、船舶の出入りの大阪から事実上不可能という、 問題があり、大阪鉄道の大阪駅乗り入れが上等線ルートになったのも、この問題に一因があった。1897年に大阪港の埋め立て造成が開始され、その観光を目前に控えた1928年の大阪臨港線開業時に木津川への架橋は実現したが、安治川への架橋は1961年の 大阪環状線開業まで実現することはなかった。このように、大阪市街の東半分を取り囲む関西本線、及び上東線が、どちらも市街地から離れたところに付設されたため、現在の私鉄各社に加えて、片町線や、等の関西本線ですら、現在の大阪環状線の内側にターミナルを設置することとなり、環状線の構想に至るには、 市街地の拡張を待つ必要があった。対象初期までに開業した施設の大阪川ターミナルは、南馬駅、港町駅、片町駅、潮見橋駅、天王寺西門前駅、阪神梅田駅、天馬橋駅、恵比寿町駅、大阪上本町駅など、ほとんどが現在の大阪環状線の内側に位置するもので、阪急梅田駅も当初は内側にあった。当時は、 上東線も西成線もまだ電化されておらず、それらのターミナルと大阪市の中心市街地との間の輸送はもっぱら、大阪市電が担っていた。大正末期に至って、上東線、西成線の内側は一部を除いて市街化され、大阪鉄道と阪和電気鉄道は天王寺駅にターミナルを構えるに至った。環状線の構想も戦前には持ち上がったが、 上述の通り船舶の出入りが多い安治川への架橋に対して反対運動があり計画が具体的に進むことはなかった。また、日本橋、銀座といったオフィス街、繁華街に近接し東京駅が開業するなど発足時の東京地域を縦断する経路で未成区間が解消された東京市の海側と異なり一部レジャー施設と新興住宅地を除いて 工業地帯、港湾施設が広がる大阪市の海側に十分な利用者数が見込めるのかという疑問も残った。しかし、戦災復興都市計画によって環状線建設が立案施行されることになった。第二次世界大戦直後と高度経済成長期の二度に、渡って大阪市長を務めた中井光司は、海側の未成区間への新線敷設と港区。 大正区における旅客駅の開設に尽力し、1953年に大阪環状線建設促進協議委員会が発足。1956年3月20日には大阪市内環状線として寄港式が挙行された。それでもなお、味川橋梁の架橋に対して反対運動があったため、1960年に開業予定が1年遅れることになった。 大阪環状線という名称に決定したのは1961年4月3日で1960年12月26日の国鉄関西支社が調査役会議で本社に上進したものである。大阪環状線となったのは西九条駅から大阪臨港線の今宮駅な庭駅間に設けられた境川信号場までが開通した1961年である。 なおこの時、西成線のうち西九条駅桜島駅間が桜島線として分離され、大阪臨港線は起点を大正駅に変更され、大阪環状線貨物支線として扱われるようになった。当初は西九条駅で線路がつながっていなかったため、桜島駅大阪駅京橋駅、天王寺駅西九条駅の逆ものの技運転を行っていたが、 1964年に西九条駅の高架化が完成して線路がつながり、環状運転を開始した。1973年に関西本線の快速列車。1989年に阪和線、規制本線の特急。1990年に阪和線快速列車の大阪環状線、直通運転が開始された。2012年現在では、 日中の3分の2が、大和市線や、阪和線直通列車であり、これらの運行形態は逆、ののざ運転である。なお、鉄道国有法の交付に伴い主要鉄道の国有化が実施されるまで、上等線は、大阪鉄道、関西鉄道の保有路線であったが、南海電気鉄道の前身である、南海鉄道の列車が、1993年に、 全廃された南海天王寺支線を経由して、ここに乗り入れ、大阪駅まで直通していたこともあった。関西本線上等線西成線大阪環状線、成立以後国鉄分割民営化以会後天王寺駅から、内回り方向に記述する。うちは、起点からの営業キロ内は、大阪駅起点。 環状線内回り経由の営業記録大阪環状線改造プロジェクトに関するカテゴリーありがとうございます。